はい、始まりました。FUC フットボールアンダーグラウンド。2022年4月14日、時計のは22時を回ったところでございます。本日はですね、YouTube のライブをもうやっているので、まあ、本来だったら、もう明日って言って、明日もですね、夜の時間帯、フライデーナイトライブまで、お待ちね、みたいなことを言ってたんですけれど、まあ今日この状態になったらやるでしょうって感じですね。まあ FUG がですね、構成、イントロデュースもする、編集もする、磯貝博光テレビ、バッテン博光チャンネル、明日ですね、いよいよ始まるんですけれど、はい、明日いよいよ始まるんですよ。22時30分プレミアム公開決まっております。で、22時30分プレミアム公開決まっていてですね、数日前からですね、チャンネルの方を作りまして、特に FUG のですね、メンバーシップの人にはですね、YouTube チャンネル登録してください。バッテンヒロミズチャンネルも応援してください。ね、そんな感じで FUG とともどもよろしくお願いしますと言ったんですけれど、はい。いいですよ。今日のですね、もう前日、ちょうど24時間後、バッテンヒロミスチャンネル始まってないんですよ。まだ始まらないんですよ。ね、まだ24時間以上前なのに、今日の7時半、19時半くらいがですね、突然ですね、こんな勢いでですね、わかります?こんな勢いでですね、チャンネル登録者が今伸びているという、そういう状況でございます。まあ、FUG のですね、メンバーシップの LINE グループがあるんですけど、FUG のメンバー、LINE グループの中でですね、いろんなやり取りをして、そうなんです、いろんなやり取りをして、で、まあ、そこの中で、今こんな感じなんだよ、みたいな話を、していたんですけどね。時間にしてどれくらいなのかな。今、22時4分なんですけれど、22時4分で、そうですね。7時57分、まあ、8時手前の時点で、153人だったかな。だったんですよ。8時くらいの段階でね。そこからですね、すごい勢いでぐっと伸びてるわけですよ、チャンネル。まだ一本も動画配信してないんですよ。一本も動画配信してないんですよ。一本も動画配信してないんですけど、さっきですね、メンバーシップの人が、あと何人ですね、あと何人ですねって言ってくれて、ともさんが、197人、あと3人で200人ですって言った時が、もうすでに199人だったんですね。9時21分。そして9時23分ですね。とりあえず200人が達成したと。でね、200超えてるよとか200人でよかったね、みたいな話をしていたところなんですけれど、もう気がついて、もう9時49分と、ほんのさっきですよ、9時49分、200人おめでとうなんて、声おめでとうなんて話が来たんですけど、まあ、その時にはもうすでに220人になっておりまして、いやいや、ちょっと面白いですね。この、久々にこういう現象を見まして、こんな風にね、あとはですね、もう今日これをやってる間にですね、近藤無線の、チャンネル登録者数を抜きてえなとか思ってるんですけど、どうですかね、これ。近藤無線のチャンネル登録者数をこれ抜いたらめちゃくちゃ面白いなと思うんですけどね。現在、バッテンヒロミスチャンネル速報値で226人となっております。はい、速報値で226人となってますね。これめちゃくちゃ面白いですね。これどうなのかな?で、まあ、何がね、どうなるかっていうのはあるんですけど、これだ。
まあ、近藤無線。いや、近藤無線ね、やっぱりね、裏切じゃない、裏切に心を打ってっからだよね。373人。やっぱり、ね、FUG とバッテンひろみつチャンネルに乗るっていうことが大事なんじゃねえのかなと思うんだけど、どうなんでしょうかね。皆さんのコメント紹介していきたいと思います。F、こんばんは。ワクワクすぞーって言ってね。あきゅうさん、こんばんは。まさきさん、こんばんは。よささん、皆様、よろしくお願いします。としさん、こんばんは。楽しみです。楽しみですね、本当に。松下さん、よささん、磯貝ひろみつさん、よろしくお願いします。いや、磯貝くんには一応招待コーダー送ってるんで、もしかしたら来てくれます。はい、みつる、こんばんは、お世話になります。近藤無線。近藤無線の話したよ。できるだけ近藤無線の話として、近藤無線のチャンネル登録者数が今373人なんですよ。ぜひね、この配信が終わるまで375人に2人増えたらいいなと思ってるんで、よろしくお願いします。近藤無線です、近藤無線。ね、近藤無線で、ググってもらえると、近藤無線 YouTube、食、旅、酒、完全な自由人って。ね、吉沢は、FUG よりも、時に、あれなんですよ、時にっていうか、いらない配信も多いんですけれど、再生回数とか多かったりもするんですよ、裏レッツネタの時にはね。なんですが、チャンネル登録者数が増えないって、これ、YouTuber はですね、チャンネル登録者数を増やすの簡単じゃないんですよ。それはもう事実わかってるんですけどね、どうやって人数が増えるのかっていうのはね、こういう状況で見ていってもらったらいいですね。キムさん、こんばんは、お疲れ様です。お疲れ様です。このがあっといた方がよかったんじゃない？やっぱりね。佐賀さん、こんばんは。よろしくお願いします。松下さん、磯貝ひろみつチャンネル登録しました。結構当たり前よ。この辺界隈で当たり前よ。私はいろいろな人に FUG の宣伝と磯貝さんのチャンネルを宣伝してますよ。ありがとうございます。それがなかなか実を結ばないんですね。FUG もですね、なかなか人数増えないですね。本当に。増やしたいんですけれど、まあ、緩やかでいいかなと思っております。くっついていこうと思っております。みつる、今飲んでますか？周囲にチャンネル登録発生してますと。なるほど。じゃあ、みつるに今、送りましょう。みつるに大事なのをちょっと送ってみたいと思います。何を送るかというとですね。みつるに送るのは、これです。まだ出てこない。まだ出てこない。結構ね、彼とやりとりしてんね。みつるに送るのは QR コードを送ります。今から QR コードを、みつるに送りますので、はい、今送りました。なので、この QR コードを見せて、それを取らせれば、すぐにチャンネル登録できます。ヤナさん、どうもこんばんは。よろしくお願いします。こんばんは。吉田さん、ファミリーの皆さん、よろしくお願いいたします。楽しみです。ということなんで、磯貝くんですね。始まりました。始まりました。ぜひ、前夜祭に。よし。トモさん、こんばんは、吉田さん、ファミリーの皆さん、よろしくお願いいたします。楽しみです。ウィン FC さん、こんばんは、お疲れ様です。チャンネル登録しました。うちのチャンネルはどっぷり FC に載ってますよ。ありがとうございます。ウィン FC さん、じゃあ、来週の土曜日に、あれですね、ハーセサルでございますね。うん。こんばんは。ケンタさん、磯貝ひろみつチャンネル登録しました。今後楽しみですね。そうですね。今後が毎日楽しみです。明日の配信がどうこうじゃなくて、これからなんです。小手川さん、吉田さん、皆さん、こんばんは。あっという間の200人突破、すごいですね。それはまあ、磯貝ひろみつだったらすごいですよ。近藤無線、停滞中ですが、20時から22時の間に2名増えてました。ゴールデンタイム効果あります。どうかな。うん、近藤無線も新しいの作ったら、新しいチャンネル作ったら、うん、あと競馬の予想はしない、当たらない競馬の予想をしないっていう。根本、こんばんにゃ。
松山のホテルに戻り、LINE 拡散しておりました。この世代にはイソビッチ反応良すぎって。そうなんだよね。マジで。松山にいんの？あ、そう。彼とは会ってないの？マジで。まあ、そんな感じでございましてですね。今まあ、めちゃくちゃ、まあ、この、言ってる間にですね。まあ、言ってる間に増えるからすごいですね。さすがにね、明日始まる、あと24時間あるんで、あと24時間どうやって増やすか、どうやってこのチャンネル登録者数が増えていくのか、そしてさらに、まあ、YouTube のこの後ね、どんな動画が出ていくのかっていうのが楽しみだと思うんですね。まあ、FUG じゃないんで、毎日配信することは難しいと思いますけど、本当はね、動画、本当楽しい動画であったりとか、磯貝博光っていう人がどういう人なのかっていうのは動画を見てもらって分かるような状況にしたいかなと。あ、ちょっと待ってね。あ、OK、OK。来ますよ。来ますよ。来ますよ。よいしょ。多分来ますよ。ああ、新居浜から遠いので、今度は、ゆっくりということでございますかね。今日ね、前夜祭でございますので、根本には、この配信自体も、もしですね、ここにイソビッチが出てきてくれるようなことがありましたら、はい、シェアしてもらえたらいいなと思います。今皆さんね、なんだよ、磯貝博光出てないのかよっつって、チャンネル、とりあえず YouTube 来たけれど、外れてる人いると思うんですよ。大丈夫です。心配しないでください。この後来ると思います。今僕送りました。楽しいですね。本当にそういう意味で言うと。でね、最近は、SNS もですね、FUG 絡み以外は。聞こえてる？聞こえてます。こんばんは。こんばんは。こんばんは。暗いね。なんだ？あれ？暗くしてるんですよ。あ、暗くしてるんですね。いやいや、暗闇にいるんですよ。暗闇に。暗闇にいるんだよね。こんばんは。こんばんは。明日いよいよ、磯貝博光テレビ、はい、バッテン博光チャンネル、始まる、はい、ということでございますが、はい。おめでとうございます。ありがとうございます。いや、今日、はい。今、まあ、ちょろちょろと人数は増えてきたんですけれど、はい。今日のですね、9時くらいからですかね。うん。あ、嘘、8時くらいからですかね。うん。突然、チャンネル登録者数が増えておりまして。はい。お、いい感じ、いい感じ、いい感じ。増えておりまして。はい。速報値なんですけど。はい。228名ですね、今。そうです。そうです。まだ、明日の初公開、動画初公開が、はい。22時30分なんですよ。はい。もう見てもらってると思いますけど、例のやつ。はい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 、あと24時間15分後くらいなんですけど。はい。一本も動画を見せてないのに、チャンネル登録者数が230人に今なってると。ありがたいですね。いや、楽しいですね。楽しいですね。楽しいですね。なんで、こうなると目標をやっぱりね、はい、あっという間にまず1000人に行こうよっていうことと、はい。どこをライバルにっていうか目標に しましょうか。あれ、髪切った？髪切ったよ。
飽きたのね、本当に。あ、飽きた。あ、さっぱりしていい男、さすが。そうええ、明るくてね。いや、昨日今日来たの。いやいや、もう3日ぐらい、3日4日前よ。あ、うん、いいね。ありがとうございます。俺も切りたいなって思うんですけど。そうでしょ、さっぱりね。本当に。コメント来てます。あ、みつるね、みつる。自称バッテンヒロミツチャンネルのスタッフと言ってるみつる。はい。さっきね、QR コードを送ったのよ。はい。で、なんか今飲んでるみたいなんだけど。おぉ。で、QR コード送って、もう、広めてるって言うから、そうじゃねえよって、QR コード見せて、ここ登録しろよって言わないとダメだよって。あ、そう、あ、そう。まあ、俺だったら店員までやっちゃうけどね。ああ、まあね。ジェットンさん、こんばんは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あ、秋吉さんね、磯貝さん、こんばんはと。この人、ほら、熊本の人ですから。ああ、おしゃおしゃおしゃ。F、磯貝さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。ヤナさん、天才磯貝さん、こんばんは。こんばんは。もう、磯貝ひろみつって言ったら上に天才つきますからね。いやいやいや。人はね。人はね。小太郎、こんばんは。シェアお任せください。よろしくお願いいたします。ありがとう。そしてもうスーパーチャット入れてくれてますね。磯貝さん、チャンネル解説おめでとうございます。どうす。ありがとうございます。ブリッツさん、皆さんこんばんは。磯貝ひろみつチャンネル200人突破おめでとうございます。いいですね、本当に。まだ始まってないんですけどね。ありがとうございます。始まってないんですけどね。今言ってる間にまたチャンネル登録者数1人増えましたね。229人。1人磯貝さん、こんばんは。よろしくお願いします。あ、皆さん、もしよろしかったら、今、FUG に磯貝ひろみつが前夜祭に出てるっていうふうに、ツイッターでつぶやいてください。よろしくお願いします。トシさん、磯貝さん、こんばんは。よろしくお願いします。こんばんは。トシさんは、うん、山梨で、ご実家がぶどうを作ってるんです。行きますよ、甲府。いや、もう行くでしょ。いや、もう行きますかの前に。いや、8月にイベントありそうだから行きますよ。あ、本当に？で、ほら、山梨学院も行かなくちゃじゃない。あ、それも行かなきゃいけないね。だから、ちょっとトシさんのとこ行って、と思ってるんですよ。この前、ほら、熊本行ってたじゃない？はいはいはい。で、熊本では、その、まあ、同級生がいちご農園やってるわけ。おーおーおー。そこで、何個食べれるかの食べ放題企画やろうぜ、って。面白いですよね。そうそう。でもまだね、まあ、いちご作ってたから、まあ、本当もらったんだけど、可愛くね。おうほうほうほう。来てしまったらじゃあやろうか、いう話をしてて。それもちょっと忘れないので、全部こう、もう最近机に書いてるんだよね。いちご食べ、いちご食べ比べ。まあ、野菜もトマトだ、キュウリだってあるけどさ。食べる企画。食べる企画でね。磯貝ひろみつ食べてみたみたいな。そう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 。ね。そしてありがとうございます。ね、磯貝さん、チャンネル解説おめでとうございますって、スーパーチャットも入れていただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。スーパーチャットね、1000人にならないとできないのよ、うん。あ、そういうのがあるんだね。そうそう。でも、その、だから、スーパーチャットが早くできるようになったりとか、あとは、このスマホからライブができるようになるの1000人だね。あ、そういうことね。あるのよ、そういうのが。おう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 。で、だから、まあ、最初は目標は1000人、あと4000時間かな。ライブをね、長くやると、基本的には、再生時間数は稼げるんで。あ、増えるんだね。そこは任せてください。あ、お願いしますよ。お願いします。高評価まだの方、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、ナイスか、ナイスか。そういうのもあるんだね。あるんですよ。高評価が多いと、うん、今やってるライブってとこをおすすめに YouTube で出てくるんですよ。ああ、そうなんだ。そうそうそう。へえ。で、サッカーが好きとか、うん、いう人が好みがあると、その人の好みのとこに合わせて出てくるから。おお、すごいね。そう、AI が、優秀なんで。うん、おまあ、ただね、YouTube 始めるにあたっての、
まあ、ここで使用上の注意じゃないんだけど、ガイドラインっていうのが結構あるんですよ、YouTube って。はいはいはい。だから、今だったら、戦争がやってないとか、そういうふうに言うのはおかしい、ダメだよとか。ああ、ダメね。あるいは逆に戦争を肯定する発言をするのはダメだよとか。うんうん、そういうのがあったら、もう、止めちゃいますよ、みたいな。注意のメールが来たりするんですよ、ちゃんと YouTube から、はいはいはい、だから嘘を要は言っちゃいけませんっていう話、うんうん、あとはなんか世の中の悪になることはダメなんだよね、はい、なんでまあその辺のところは普通のねライブの時が一番危ないんですけどまあまあそうだよね、うん、でも編集するときは俺はカットできるから大丈夫ですよ、うん、まあ基本的にはビッグマウスって言われた男なんでよく分かってます。まあね、だってさ、普通に並べてって、うん、ネタが尽きることはないね。ネタが尽きることはない。ネタが尽きることはない。だってさ、磯貝博満行ってみた、磯貝博満会ってみた。磯貝博満食べてみた。ね、あとね、昨日俺のママ友なんですけど、はい、ゴルフの道具を揃えてあるんだって。うん、だけど教えてくれる人もいないし、うん、とりあえず打ちっぱなしからでいいんだけど、うん、なんかこう打ち方とかを手取り足取り教えてくれないかと。ありがとうございます、ありがとうございます。なんで、あ、そうかって、じゃあ磯貝博満のゴルフ講座ありじゃんみたいな。ありだよね。ね、磯貝博満教えてみた。うん、そういうのもありですよ。ありだよね。で、あとね、最近問い合わせが多いのは、うん、例のコースに行った時からなんですけど、磯貝博満さんとフットゴルフしたいっていう。もう味多いんですよ。ああ、そうですか。できますかね。まあまあ、できるわね。やろうか。そしたらさ、ほら、牛久の方にショートちっちゃいコースあるじゃない。ああ、あるんだ。はいはいはい。3000円でね、回り放題なんだよ。ええー、すごいね。だから、でなんか調べるね。できるのよ、もう。だから、もう、そのまま牛久に泊まっちゃえばいいなと。牛久っていうか土浦に泊まっちゃえばいいなと思って。で息子しごくか、息子。あ、まあ、近くだから、ね、近くだから。そうそう、まあなんか都合がいいなと思って、そこで磯貝博満とフットゴルフ。うん、いいね、いいね。で松下さん、ナイスパナイスパって、あ、磯貝さんこんばんはってね。ナイスパッ、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 ナイスパッ。お、キムさんね、キムさん熊本の人ですね。こんばんは、磯貝さん、よろしくお願いしますって。キムさんに聞いてよ、タイピーエン食うか食わないか。キムさん、ちょっと今聞きたいんですけど、タイピーエン食べないでしょ、食べる派？ちゃんぽん派？あ、絶対ちゃんぽんだよ。ちょっとね、タイピーエンを食べるか、ちゃんぽんを食べるか、ちょっとこれはね、熊本の人に聞いてほしいって言われたわけですよ、この前。そして、みつる、みつるから、お布施が届いております。磯貝さん、こんばんはってことで。ナイスパ、ナイスパ、ナイスパ。あ、根本。こんなご縁で、川田先輩と連絡が取れて嬉しかったです。おお。すでに YouTube のことは知っていましたが、今度は博多に来てくださいと。根本が、ね、根本は秋章のやつです。うんうんうん、さっきね、秋田にも言っといた。うん、そしたら、なんか、ね、メールが来て、メールっていうか、LINE が来て、うん、こんな LINE が来ましたみたいなものが、どれだったっけな、もう随分もう、あったった。ごめんでしょ、川田博さん。そう。磯ビーチからも登録拡散ライン来とるわって。そう。ありがとうございます。なんかご無沙汰しています。もしよろしければチャンネル登録お願いしますって言ったら、磯ビーチからも来てるわって。ありがとうございます。
川田さんがしてくれたかどうかわかんないですけど、そういそう、う、いやいや、ね、はい。ナ秋イス田か。ではやっぱり、秋田ナでイスはやっか。ぱり10枚ぐらいシャツ買わなきゃダメだろうって話。ナイスパン。ナイスパン。磯貝さん、夢タウン光のもの、惣菜も美味しいですよと、私が働いてます。おお、行かないとね。うん。で、12日テレビ出演しました。ってことでおお。ね。餃子焼いてるところを撮られたらしこれ光はどこなの？いです。光、光市。夢タウン。あ、夢タウン、夢タウン。夢タウン。なんで、今度ちょっと夢タウンで、この、まあ、秋吉さん、メンバーシップの方なんで、ぜひ訪ねたいなと思うんですけど、ちなみに秋吉さん、タイピーエン食べますよ。本当？美味しいとこあんだな、多分な。あれさ、タイピーエン、あれ残してた感じでしょ。野菜のとこね。いや、ちょ、あの前後にいろんなことがあったのよ、また。あ、そうなんだ。そう。それで早くもう食べていこうよ、つって。なるほどね。そう。あれだから、送ってくる動画はまだしも、画像の時には、結構俺、謎解きみたいな時あるんだよ。ああ、送り方がね。これは、なんだろうみたいな。いやいや、あれどうしていいのかわかんないから、ほらね、どっち選ぼうかなと思った。はい。で、チャンネル登録者は言ってる間に230人になりました。あ、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。磯貝さん、吉田さん、皆さん、こんばんは。よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。ナイスパーってことですね。秋山さん、高評価ポチッとからの磯貝さん。吉田さん、こんばんは。今、仕事終わりました。お疲れ様です。秋山さんはね、同級生だね。同級生で。でね、今日もね、自分の、昔テレビ埼玉で勤めてたんだけど、今は TBS かな？山田さんっているんだけど、なんと山田さんね、山田さんにもね、会ってみたやってしてもらいたいんだよね。なぜかっていうと、1969年、山田さんね、山田和一さんかな？山田正和さんと俺の歌がその知り合いなんですけど、山田正和さん1969年4月19日生まれなんです。はあ、いい人しかいないからね。それはちょっと会ってみたいでしょう。自分と同じ生まれなのか人。なかね、なかなかいないんでね。はい。知ってるよね。夢タウン光の森は熊本県。これ菊陽町で今。おお、聞くよ、ちょやね。菊陽町。うん。うキムさん。あ、キムさん。多分地元の人はあまり食べないと思います。ん。そうでしょ？ 昔は給食で出ていましたが、今はピーエン食べれる店も少なくなりました。ちゃんぽんの方が食べますね。そうだよね。お、これね、なかなかないパターンなんですよ。この熊本で、菅さん来いらっしゃったんでね。ええ。よろしくお願いします。ただいま帰宅中、電車の中より視聴いたします。よろしくお願いします。菅さんはタイピーエンは食べますか？ 聞いてみたいなと思います。こう面白いですね。やっぱり、何より、何よりもう あとさっき、はい。送ってもらったっていうか、まあ、磯貝博満が YouTube をやってないのが、多分今までみんな不思議だったと思うんですよ。そうかな、そうかな。だってなぜなら、あなた YouTube の出演率めちゃくちゃ高いですからね、人の。飲んでても平気？飲んで。大丈夫、大丈夫、もちろん大丈夫。大丈夫、俺、だって俺も飲んでるじゃん。そうでしょ、そうでしょ。よかった、よかった。まあ、出てるのかな、人の回数ね。まあまあ、出てるかな。うん、出て大丈夫、大丈夫。後で見ても面白いライブにしてる、あるから大丈夫ですね。あ、ありがとうございます。はい。タイピーエンは、これは、コーラン亭のが好きですよ。あ、だから多分、ちょっと色合いが違うんだね。ああ、なるほどね。熊本に来たら、ぜひ。あと、洋菓子のスイス。洋菓子のスイス。あ、スイスっていう店。
じゃないの？あ、そうだ、そうだよ。もうなんかクイズみたいになるからね、全部がね。どこに知ってんの？みたいな。で、さっき、ほら、LINE でもらった、突然送られてくるから、え、何、何これと思ったけど、分かりましたよ。本田君の店。そうそう、本田くんの店っていうか、まあまあそうね。ああいうので、まあ歌作ろうよって話だった。ノリノリで。俺気になっちゃったのさ、あれちゃんと言ってあげるべきだよね。襟がさ、なんか入っちゃったね。いや、なんかまず、じゃあ適当に中入って取ろう、あれしながら全部取ろうかって言ったら、もうこれでいいよっていう話になって。大体もうこれでいいだろうって終わっちゃうんだよ。歌作りたいね、そしたら。歌作っちゃう、でも ね。歌作ろうよ。もうさ、何でもありだと思うんだよね。いや、まあまあ、そらそらね。そらそうだ。何でも、歌ってみたでいいじゃない。歌ってみたね。歌ってみたって。なんで、おっさんたちで歌うみたいな。みんなで、恐ろみんなしで歌う。い面白いぜ、絶恐ろしいわ、本当。対。いや、ねえ、みんなさ、とこう、いろんなね、ちょっとこう、アドバイスをもらった人たちがいるんだけど、実はね、第1回目先行公開を厳選して何人かにしてもらってるんですよ。そしたらね、いろんな答えが来ましたよ。やっぱりでもね、俺は良かった、自分で編集してて、思った感じの答えが来て、優しい人ですねって。俺が？誰が？あなた。あ、俺ね。そうそう。いいなと。あとね、バッテンひろみつチャンネルをすごい気に入ってくださってるのがいい。ああ、いいですよね。バッテンひろみつチャンネルでって。そう、バッテンですよ。バッテンだよね。熊本弁でバッテンってどういう意味なんですか？どういう意味かな？バッテンっていうのは、まあまあ言い換えるみたいな感じなんじゃないの？なんかこう。バイザーウェイだね。とそうころそうで、そう。みたいなね。それやっぱ熊本在住の人たち一回ちょっと問い合わせした方がいいかもね。まあ、それ使い方違うぞって怒られちゃう可能性があるんじゃない？今大丈夫ですよ。今3人は間違いなく熊本の方いるんで、バッテンについて書いてきてくれると思いますから。パスを、やっぱね、ほら、磯貝弘道さん、パス受ける方よりパス出す方じゃないですか。そうですね。そうなんですよ。そういつね、こう、やっぱりこう、進めていくときにはね、時にやっぱりパスをもらって決めてもらわなきゃいけないかなと思うんあ、まあそういう時もあるよね。です。よ。で、もうね、まあ、やろうかって決めてからなんで、まあ、1ヶ月くらいですけれど、まあ、たくさん映像は見るわ。もう昔のテレビは、まあ、YouTube っていうのはすごくて、いろんなのがあるじゃない。だから、本当に磯貝宏光を、ああ、こんな感じの時があったんだなとか、あ、この子は面白くなかったんだろうなとか ああ、そうっすか。あ、この時は楽しんでるなとかさ。あるじゃない、人生だから。まあまあ、あるだろうね。で、あ、この時こうなんだななんて、あ、来ましたよ、早速、キムさん。バッテン。だから、みたいな感じですかね 強引すぎるね、強引。落ちきるね、キムさん。カンさんから来ました。バッテンは、しかしとか、だけどという意味合いです。あと、バッテンといえば、およねばあさん。え、熊本の人は知ってると思いますよって。え、バッテン荒川さんかな、バッテン荒川さんじゃないの。ああ、バッテン荒川さんの、およねじゃばあないさん。かなるほどね。そうそう。で、どうするってね、名前もほら、
聞いたじゃない？で、何の名前しようかなんて言って、で、いや、バッテンって使いたいね、みたいに言ってくれたじゃないですか、ね。で、ちょっとイメージ湧いたんですよね、吉田。で、まあ、人のこと言って申し訳ないし、俺もそうなんですけど、決して褒められた人生じゃなくて、どちらかといったら丸というよりは僕らバッテンの方だと思うんですよ。そうです、そう、でもバッテンって、ああ、すごい、こう、ね、ローマ数字で言ったら10じゃないですか。そうね。あ、こりゃ、で、ヒロミツっていう名前をバッテンヒロミツで考えたんだけど、ヒーローって入れたら、あ、音読みするとヒーローじゃんと思って。で、そう、間違いなく、まあ、俺は昭和44年生まれで、自分と同じ年齢の、もちろんあなたサッカーのスーパースターだったからね、我々のまあ、てっぺんにいたから、だから、ヒーローなんですよ。あざっす。いや、本当にね。で、多分それはね、いろいろ、磯貝弘道くんの本も読んだけど、やっぱり周りの人が言うことじゃない。天才だとかさ。だけど、やっぱそう見てたよね。やっぱすげえなって思ったし、で、今見直しても、やっぱすげえなと思うよね。そうですか。ありがとうございます。だって、まあ、俺はね、ほら、森山泰之とも仕事をしたが分かるけど、磯貝弘道いたら何点でも取れる気するよね。いやいや、そんなわけがないんです言ってね。たよ、ゴリは言ってたよ、そうって。そうでしょ？いやいや。言ってた。俺、やっぱ言われてから気分悪くならないと思うんですよ。でも、まあ、そうどう？聞いたの？どうって。今までやってみて一番こう、パートナーとして誰だったら、いやもうそ、あ、もうこれはもう2人しかいないっつって。まあ、そのパートナーがどうとか、まあそうだけど、結局同じことだよね。やってる方、出す方からすると、求められたとこに蹴るしかないから、だから別にその、そう、ね。そうね。で、一人はあった、一人はピクシーだったけど。ああ、そういうことね。まあ、ビッチだよねってね、そりゃそうだよねって、ストイックで、わかんだけど、もう一人やったら、そりゃ急がないだよって。あ、そうって言ったら、だってもう出てくるからさ。はあ。いや、秋吉さん、バッテンはしかしでもだけど、だからから。なるほど、ね。辞書引いたな。なかなかね、いかにも自分の意見っぽいけど、怪しいね、怪しい。菅さんはね、バッテンの人、熊本の人で、バッテンをネーミングに使うのはすごく絶妙だと思います。ありがとうございます。そうでしょ？ちゃんとね、菅さんでもバッテンには、銃って言うとね、我々のこう、反省はとりあえず、いいことばっかりじゃなくて、罰もあったよっていうね。で、まあ、そんな感じですよ。バッテンヒーローって、かっけえじゃんって思って、なかなかね、いないんじゃないと思って。バッテン、同じような意味合いの秋田の県北地方で、バッテという方言があります。こうやってね、YouTube はね、豊かにしてもらえるんですよね、いそうろんだな。ね。そうね。キムさん、秋吉さん、菅さんのバッテンの言う、ソギャンですね。そうキャンですわ。違うじゃん。ここで、この辺のところの話してるんですね。そぎゃんですね。そぎゃんですねって、そうですねってことですか。そうそう、そぎゃんたい、そぎゃん。そぎゃんたいとね。そうです、そうです。松下さん、富樫さんよろしくお願いしますって言ってね。セレッソ大阪のファンですけどね。おー、ブー。いや、今はセレクトの方がいいな、イエーイ。でも、やっぱ感覚的にはあるの。ガンバとセレッソの。あんま聞いたことないけど。まあまあ、やってた時はそんな感じだけど、特に気にしないかな。いまあ、や、ファン。ね、やって勝ってるからそう思ってるんだよね、多分ね。負けてるときはうーとか思うんだろうけど、まあまあ、やって勝ってるイメージしかないから。キューピーこんばんは。いや、ぜひね、
まあ、そのもちろんサッパーのことも聞きたいなと思うことはあるわけですよ。はいはいはい。でもなんか、片一張らないで、サッカーのチャン、なんかその、どういうチャンネルなの？みたいなことを聞かれたりしたわけ。はい。で、いろんな人と、対談が聞きたいとか。はい。例えば、のぼりと対談が聞きたいとか。おー、レベル高いじゃないですか。だから、あとは、まあ、サッカー選手ね、いろんな人と言うけど、まあ、基本サッカー選手に磯貝博満が、ちょっと YouTube 出てくれないって言ったら、断る理由が向こうにないじゃないですか。そうかな。まあ、それってありがたいね。積極的に頼もう。積極的に。そうそうそう。こんなことそぎゃんたいです。本当にそうですね。そぎゃんばい、そぎゃん。こんなことそぎゃんたいです。そぎゃんですたいって、はい。こういうふうに書いたら外国語だね。もう完全外国なんだよ。だから日本人ってなんか日本語しか喋れないみたいに言われてるけど、いつも、まあそれこそ、あなたと話してると、そこにいる人の話するじゃない。はいはい。関西の人と話すときには、関西弁で話すし、九州の人っていうのかな、ふるさとの人と話すときにはそっちの言葉で喋ってるから。で、綺麗な、正確に言うと綺麗な標準語も喋ってるわけですよ。ああ、まあ、そうなのかな。いや、思うよ。俺、ゴリもしてんじゃん。はいはい、そうやね。岐阜弁抜けねえからさ。また いや、違うんですよ。やっぱ都会の人と俺は中1ぐらいから会うでしょ？まあ、会ってたのね。ゴリちゃんはほら、高校に近くなって地方の人と会ってるから、やっぱその2、3年っつうのは抜けないよね。そうそう、怒ると岐阜弁になるんだよ。ええー、みたいなさ。本田君は？まあ、そんな生、まあ普通の感じかな。そうだよね、普通に話となんか聞いてるところに、なんか九州の。全然ぐらいだから順応性高い。まあ、その方言的なものは地元あるけど、なんか喋ったりするの、まあまあ、東京行って、あと鹿島とかいたからやっぱ普通だね。森山さん、ちょっとなまるとこあるよね。話してて、っていうところあるよね。そうなんだよね。ちょっと違うなとか思うとかフットサルポイント北朝霞、長谷君。はっせく。磯さん、吉田さん、こんばんは。松本郁夫ですってやりたいんです。いいよね。いいよね。来週の土曜日にまたフットサル行ってああ、いいっすね。松本郁夫さんの指導でね。毎週、彼はほらやってるからさ、動けるんだよね、やっぱりね。そうなんだよ、そうなんだよ。動けないからさ、やっぱり、この前失敗しちゃって、スタートしてすぐに俺、いい点取ったのよ。いい感じで取れたの。で、体動くからまだいいやと思って、吉田さん、今の取ってましたかって言ったら、取ってないよって言ったら、大丈夫よ、俺、後で取るからって言ったんだけど、後になったら全然動かない。もうまだいそしたら、長谷君はさ、スーッといいの決めてさ、大したもんだなって、磯さん、いつか来てくださいね、とかはい、お願いします。って。全然、基本、俺も嫌いじゃないのよ、サッカーやるのは。ただ、疲れんだよ。いや、すごい疲れるね。危ない、危ない。疲れ危んだ、ない。本当に。そうそう、あと、怪我が怖い。そうなんだよ、そうなんだよね。怪我が怖い。でさ、なんか、普段やってる人は軽装なんだよね。俺なんか怖いからさ、そうなんだよ、そうなんだよ。アンクルガードするし、すね当てもするしさ、ちょっと上まで上げるんだけど、怖いから。なんか、普段やってる人はさ、なんかもう短いソックスでさ、ぶつかったら痛いんじゃないのとかって思っちゃうんだけど、そうなんだね。俺はもうね、
でもほら、やってたら楽しいからさ、もう次の日とかも背中とかすごい痛いんだけどさ。いや、なんかこう、痛いよね、使ったとこが、やけお、に。九州の人がたくさん集まってきますね。こんばんは。九州福岡の私も、バッテンといえばバッテン荒川さんは真っ先に出てきました。そねえ。してドラゴンボール好きの私は、ドラゴンボールのエンディング曲に歌った時もあった、バッテン少女隊の曲、バッテン少女隊については全く詳しくないのですが、博多華丸さんなどもバッテン荒川さんのモノマネもうまいですと。福岡の方です。まあ、そんな、感じですね。大体、まず、最近よくお話しさせてもらってますけど、飽きないからね。そうですか。飽きないですね。飽きちゃって申し訳ないなと思うことはこっちありますけど。全然。でもこういうのやりだすと、こういろんなものがこう目に入ってくるね。あ、おいそう。うん。こういうの撮ってみようかなとか。そう。なんかこう、後輩から連絡来ると、よし、じゃあなんか勝負するか、っつったらね。25、6の子なんだけど、サッカーの5番勝負したいと。フリーキック、PK とか、お前、体動くやつ無理だろ、みたいな話をした。ゴルフじゃ勝てないから、サッカーでやろう。遠慮してやる場合だって。遠慮してやる場合、言ってました。そうね。でも、集中の1本、2本はフリーキックもいけるでしょうね。蹴れない。そこまで飛ばないよ、飛ばない。でも、ほら、あなた両足使えるじゃない？まあ、いやいや、もう使えてももう全くダメですよ。そうね。フリーキックって言うと、少なくとも16.5メートルは離れなきゃだからそうなんですよね。ね。ウィン FC さん、磯貝さん、お疲れ様です。うちなら緩くできますよ。本物とばっかしたいですね。ウィン FC さんはね、原信さんって言うんだけど、どういうわけか、最近、すごくやる方の、サッカーを蹴る方にすごくハマってるんですよ。すごいね。まあ、映像もあるんだけど、基本的には緩いっていうのは分かってるんです。すごい誘い方だよね。恐ろしい。磯貝博光をもうエンジョイのゆるゆるに来てくださいっていうすごいなと思うんですけど。最高だ。でも最高だよね。怪我しないのはね。いや、怪我しないのいいよね、それね、本当に。磯さん、吉田さん、今度フットゴルフで、楽しく勝負しながら YouTube 配信しましょう。あのね、もうやるから、もう俺、牛久の、ところも調べたし、もうそこはもうイベントでやるのを決めたんで、学ぶくんが俺に参加する感じだよ。もうイベンターとしての能力は俺が高いからね。40超えると怪我が治りにくい52歳。あ、ジェットンさんも同い年なんだね、じゃ誰ですか？ね。ジェットンさんはね、相模原に住んでるんですよ。52歳だったんですよね。我々はもう、私、あと1時間ちょっとすると、誕生日迎えて、53歳なんですけど。まあ、磯貝博道さん、あなた19日。はい、そうです。53歳になると。はい。でもなんかもうの感じより最近思うのは、まだ53、7くらいの感じですね。なんか、気持ちは若そうだけど、やっぱちょっと、ねえ、厳肉しいね。体的にはね、疲れてきたね。そう、なんか疲れるよね。肉体的には疲れてきたけどね、最近、TikTok 見てたの。そしたら、ブルーハーツの、河本大翔さんがね、質問に答えてて、まあ、若いうちは非常にこう、ストレスがあったりとか、イライラしたり、するけどどうしたらいいんだみたいなことに対して答えて、大翔さんが言ってるのが、いやいや、心配しなくていいよって、50過ぎてもイライラするし、
らそうだね。そらそうだ。いや、でも思ったじゃん、若い時は。いや、でもね、いや、あ、俺自体あんまりイライラすることもないし、なんだろう。あ、そう。うん。なんかこう、なんつったら変だけど、なんかこう、優先的になんか席はどうぞとか言われるじゃない。なんだろう、まあまあ、そのなんか、そのいろんなイベントにしても何にしてもね。おでもそんなのよりもどっちかと並んで別に待ってるみたいな感じの方が好きかな。おお、すごいね、やっぱりね、うん。だからなんかこう、前に行かされるよりも別に普通にみんなと同じで並んでもいいよっていう。だからあんまなんかこう、そんなガツガツ前前っていうのはあんま行かない。逆になんかもう遠慮していかないかな。ハゼ君、わかりました。磯さんもお願いします。ね、頑張ります。ウィン FC さん、失礼しました。ならドッキリでって、うん。言ってると本当に来ますよ。この人は本当に来ますよ。本当に。いやいや、みんな、いや、熊本行ってたから本当はね、会いたかったけど、みんなね。うん、そうそう、残念です、ね。残念です。熊本は今回何日くらいいたんですか？一週間ちょっといたのかな。天気良かったの？天気、半分半分よね、雨とあれが。そうだったね。じゃあ、ちょうどあれだったね、明日の配信の時はいい天気で。いい天気なのかな？だったらいいっすね。うん。雨なんじゃない？雨なんじゃない？あ、いやいや、ほら、あれよ、この前の動画。ああ、そうだね、そうだね、そうだね。あれ見てね、あれがさ、自分で撮ったのって感じじゃない？だって、いい雲があってさ、いいロケーションでさ。そうでしょ？いや、ねえ、ねえ、まあ、自画自賛なんだけどさ、四角いので来たけど、俺伸ばしてみたんだけど、ちゃんと読めるなと。ありがとうございます。そうですか。キューピー、自分は毎日5キロ走ってますが、今日は雨だったので、実家の県営住宅の12階まで、往復を5セットやったら足がプルプルしてました。年齢を感じましたって。いやいやいや、12階まで往復するのはすげえって。すごいね、すごいね。すごいって言って、この後に飲むのが大好きだからね、キューピーはね。やばいね。いやいや、いや、そんな感じですね。ちょうど、あ、今、言ってる間にどんどんチャンネル登録者数はまあ増えて232人ということなんですけれど、簡単にチャンネル登録者数って増えないんですよ。あ、そうですか。増えないです。で、今だから1000人に、まあちょっと足らないけど、大体今始まる前に4分の1くらいまでクリアしたんですよ。はい。はい。なので、積極的に動画アップしたり、ライブをやったりして。はい。4000時間。これクリア、これクリアしたいですね。OK, OK, OK. で、4000時間をクリアして、チャンネル登録が1000人になると、メンバーシップも。できると。できるんです。集められるんです。おー、頑張ってもらいたいですね。あって、磯貝博光のメンバーシップになったら、いろんなこと考えられるじゃないですか。おー、ありがとうございます。例えば、メンバーシップの人は、年に一度の誕生会に参加できる権利とか、ね。あー、いいね。ただ、毎年どこでやるか分かんない。そうそうそう。熊本なのか、大阪なのか。なのかどこにいるか分かんないんだけど、ね、世界の情勢を見てね。見て、本当にね、どこでやるのかなって。まあ、それはでも楽しいなと思うんですね。うんうん、あとは、せっかくなんでね、うん、もうすでに、用意、送ったけれど、うん、2つくらい、2種類くらい T シャツ作ろうかなと思ってですね。はい、いいですね。一つはこれ、バッテンヒーロー。はい。いい。バッテンヒーロー。うん、で、これはもう磯貝博光くんが、ってやってるやつですね。うん、で、いいですね。もう一つは、この、シンプルにバッテンヒーロー。はい、はい、はい。うん。これはね、ちょっと作ろうかなと思ってるんですね。ありがとうございます。で、作って、
収益で機材を買いたいなと思ってます。だから秋田チームでまあ10枚ぐらいしごいてくんないとね。まあ川田大先輩かなんかやっぱ秋田東北地方でやっぱ50枚ぐらい行きたいね。東北でね、東北でやっぱり攻めないとね。もうエリア購入してもらうみたいなね。そう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 。担当決めて、担当決めて。九州は根本組んでいいんじゃない？九州は根本組んでいいんじゃない？東北の人間が頑張って働くとね、いろんな。OK って言ってましたよ、OK って言ってましたよ。そうでしょ、OK だよ。そりゃそうでしょ、そりゃもう。本当ね、磯貝博光、バッテン博光登録したんで、磯貝さんよろしくです。音声がましいな、キューピー。あざます。音声がましいな。あざます。長谷君は即買いしますんで、楽しみにしてます。松本郁夫さんのも作ってあげたら。長谷君のやつ。長谷君の。長谷君のも、まあ、全然いいと思うんですね。俺の YouTube にも、俺の TikTok にも、もう今、レギュラー出てますからね、そういう。マジで？ほら、映像撮れるからさ、俺作っちゃうからさ。ああ、そうよね。そうそうそう。今ね、また一人言ってる間に233人になったって。明日ね、明日、まあ、24時間切ったんですけど、ぜひ、このままあの拡散を続けてもらいたいですよ。磯貝君には。はい、まあ、500っていうのはちょっと調子に乗りすぎですね。300人くらい。いやいや。300人くらい明日の YouTube 最初の配信が始まるまでになったらいいですね。そうですか。あとはもう、頑張って、毎日ね、コツコツ。毎日、そうですね、コツ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 、やれたらいいかなと思いますね。縦型の動画で送ってきたときには、ショート、YouTube ショートっていうのがあるんで、それあげます。とりあえずは、現状は TikTok は僕の TikTok のところに流しをして、うん、で慣れてきたら、新しい、アカウント作りましょう。OK。いやらしいです、そういうところでは。いやらしいです。あと、磯貝博光さんのインスタありますんで、インスタも登録してください。インスタ、ああ、インスタ。適当なインスタ、恐ろしいですね、本当に。そうじいさん、何遍も、3遍も、コマシャークで、わかんねえな、今ふとバッテン荒川さんのこのフレーズなどを頭に思い出しました。もう九州はね、本当九州全体が外国だもんね、俺からすると。だから降りていけば降りていくほど方言きついからね。ああ。でも鹿児島なんか全然わからない。何、磯貝もわかんない？うん、多分わかんない。普通に方言で喋られたらもう。ああ、うん。俺たちなんかもっとわかんなくなっちゃうんですか？そうそうそう。いや、本当に全然わからない。ちょっとそれは体感したいなと思いますけどね。ね。フットサルポイントと浅香台、FC カラストとコラボ T シャツ作りましょう。いいよ、全然構わない。あんま儲かんないよ、コラボにしちゃうと。それに、松本育夫さん絡めて、磯さんの隣に松本育夫がいるやつって、松本育夫さんに問題があるから。そうだよ、本当に。でも俺、育夫さんの LINE とか持ってくる。おお、すげえな。今、長谷君びっくりしてると思うんだけど。持ってるんですよ。あ、本当だ。ゲットンさん、ありがとうございます。あ、もし今この配信をご覧になっててですね、登録されてない方がいらっしゃいましたら、登録してください。よろしくお願いします。今、234ですね。234ということになっておりまして。いい、そう、いいね、いいね。ちなみに、そうね、友達で YouTube やってる人って言ったら誰？本田くん。本田やってるんじゃないかな。で、だって出てたじゃん。うん。出てたね。キャプテン本田康人。
やってるかね、やってるね、やってる、やってる。キャプテン本田康子4120人。おお、すごいじゃん。4120人。ここはでも、やっぱ一つ目標にしたいですね。まあ、そうですね。頑張ります。ここ、キャプテン本田康子さん、133本乗ってるみたいです。作ってるおお。みたいです。はい。その俺も出てるやつあるでしょ。出てます、随分。で、磯貝君が出てる時の再生数はすごいいいです。あ、そうなんですか。いいです、いいです、いいです。ええー。菅さん、九州はラテン系ですね。九州で方言がきついのは鹿児島と沖縄です。ちなみに、バッテンは、鹿児島では、ジャッドン。ジャッドン、そう。ジャッ西郷ドさん。ン。それ、ジャッドン。それ、西郷さんじゃない。ジャッドン、そうですね。ジャドン。沖縄は分かりません。沖縄ヒロさんに聞きたいと思いますね。沖縄ももっと難しいよね。あと、誰の YouTube 出てるっけ？あと誰かな？なんか先生、先生のね、出てるね。あとは、友達系っていうか、そうだね。あとはなんか友達のなんか出てるぐらいか。ちょっと、あれだよね。水内くんのも出たよね。ああ、出てるね。そう水だ。内くんの、なんで、水内くんも出てるけど、水内くんの、で、そうね、あと、いろいろ、岡野正行ともやりますか？は、ないけど、一応これ送っといたんだよね。送っといた。見ときます。見ときます。いや、じゃあ俺からもちゃんと入れとこう。FUG にね、出てね、伝説は作ってるんですよ、彼。ああ、そうなんだ。このライブに入ってこれないっていうね、45分間入ってこれなかった。それで、バブに助けを、野人が求めて、バブ出てたんだけど、画面からアウトして、違いますよ、違いますよと隣でやってるんですよ。そうじゃないですよ。で、画面映ってたらその時、千秋ちゃんなんで、嫁さんなんで。千秋ちゃんと話をしてるって、ね。そういう、伝説の回がありまして。その後悔しいって言って翌日もやったんですよ。いや、みんなそうなるでしょうね。悔しいです。申し訳ないです。翌日やらせてくださいっつって。まあ、岡野磯貝宏光対談はやっぱ見たいですね、そこあ、そうっすか。はね。ぜひぜひぜひ。セルジオ H 子さんね。セルジオイチゴさん。すごいよね。すごいセとルこ行ジくオ H ね。子さんやりたいです。まあ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 。城彰二さんは？まあ、ゴルフとか、まあ、何回か会ってますよね。本当に。結構彼の YouTube 面白いんですよ。面白いよね。面白い、面白い。面で、まだ出てないでしょ。白い、面白い。出てない、出てない、出てない。出てないってことは、もうこれからは行ってこいなんで。ああ、そうですか。だから、半分は、ジョーさんのところで作って、半分は、ジョーさん仕様と、あとは、磯貝宏光仕様。それでやったら、どうなのって話。ああ、いいっすね。ちょっと正直、カズさんとの関係はどうなのとかさ。恐ろしいとか引っ張ってくれんの。ねえ、横浜 FC ってどうなのとかね。そういうのちょっと面白いかなって思逆うにんですね、そういうの。よ。いや、もちろん提供はね、たくさん聞きたいんですけど。ああ、提供もありますね。提供は。うちの息子はでもこの前ほら、高校サッカー初めてで、牧田さんのチームとの対戦だったんですかね。どうだったの？勝った？引き分け？おお、2点先取られたんだって。牧田さんいた。いたのわけさんだって。2点取られて、1点取って、
で、まだ息子が出てなくて、で後半になって、暑かったから飲水だったんですよ。はいはい。で、1、2で負けてるから、うん、まあ、知ってると思うんだけど、点取んなきゃいけないから。はい。1年生だけで行けって言われて。うん。で、お前なんて言われたのって言ったら、とにかく前でボールを収めろって言って。うん。それ得意なことじゃん。はいはいはい。そしたらね、試合出たらすぐに、先輩が毒素で体調になっちゃったんだって、一発で。これが点取り行かなきゃいけないっていうのに、体調が出ちゃって、10対11になって。ああ。なんだけど、カウンター一発入った、あいつの方収まって先輩に、寮の上に寝てる人って言った。演じてる先輩人が点決めてくれて、で2対になったっていうね。だから、多分なんか、なんかそのほら、牧田さんとかも機会があれば、はい。水戸なんですけど。ぜひぜひぜひ。で、ついでにホーリーホックも行かない？あ、ホーリーホックね。まあまあ、あんまり知らないけど、全然行きましょう。ホーリーホックね、あれなのよ。社長と会いたいのよ。あ、そうなんだ。社長はね、もともと、俺の方の業界の人だった。ええー、そうなんだ。そうそう。で、なんか今ね、お客さんをどうやったら集客が戻せるかっていう、戻ってくるかっていうので、すごくなんか、ただ券を配らないでお客さんが戻ってくる方法なんかないかっていうふうに、考えてるみたいな。だったら、ちょっとほら、俺たちが乗り込んでっちゃった方が面白いんじゃないか。そういうのもね。ちょっと一緒に考えたら面白いじゃない。もうなんかもう、磯貝宏光チャンネルの中で考えるんですよ。水戸にどうやったら観客が来るんだろうかって。だね。ちょっとそれで、まあ、聞いてみて、ちょっと磯貝宏光チャンネルの中でそれ取り上げたいんだけどって言ったら、面白くないそれ。うん、いい、面白い、面白い。磯貝宏光の J リーグクラブを助けてみたみたいな。重たいねー。頑張るよ。会社マンさん、遅くなりましたが、お疲れ様です。こんばんは。いろいろな企画楽しみにしてます。まあ、大丈夫ですよ。この人と一緒だったらいろんなことがありますが。あくまでも、磯貝宏光くんの YouTube チャンネルですから、もうやりたいことは全部やってもらいます。出たことは全部ね、こなしていこう。頑張ろう。そうそう。で、ライブの時は気をつけなきゃいけないけど、言葉。そうじゃない時には別に普通にやってもらって、あとは全部ピーってするからカットするしちゃえばいいんで。そうだね。そうそうそう。結構ドキッとすることね、ありますからね。まあまあね。うん。今日はね、だってある人がね、本並さんの話になったんですよ。はい。で、だから本並さんと磯貝宏光の、対談が見たいっていう話だったんですね。うん。いや、いいんじゃないって話になったんだけど。うん。いいんじゃないって話だったんだけど、気は使うよねって話をしたんですよ。いやいや、そんなことないよ。うん。いやいや、ほら。いや、そこの話はやめとこうみたいなね。いやいや、でもそんなないかな。本並さんとでしょ？本並さんがあるんだよね。本並さんとじゃなくて、ね。あ、本並さんがね。そうそう、磯さん。93年コダックオールスターは出てましたっけ？出てないよ。手が明けだから多分出てない。ユニフォーム手に入れたのでサインいただきたいんですって。出てないけどサインしちゃおうかみたいな。まあまあいいっすね。そうそう。いろいろな企画、いろいろなゲスト出演など楽しみにしてます。うん。まあちょっとね、小耳に挟んだんですけど、高藤力さん。はい。お友達なんでしょ？はい、お友達です。お友達って、普通友達じゃないですか、ね。普通に友達、はい、友達です。はい、普通は友達じゃないですけど、友達なんですね。ああ、そうそう、昔、ね、昔ちょっとからちょっと知り合い紹介してもらって。なるほど。
なんでね、YouTube の先輩だから。25くらいの、うん、からの友達。友達。お互い若かった。若い。うん、高取さん、今も元気ですからね。そう、やばいよね。元気。チャンネル登録者数24万6千人。ねえ、すごいよね。すごいです。うん、で、まあ、そういう話になったらですね、ぜひ実現してもらいたいのはですね、後輩と。はい。はい、何を実現？選挙区の後輩とのコラボは絶対やってもらいたいなと思います。ああ、はい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 。ローランドさん。ああ、そうね。はい、チャンネル登録者数111万人。111万人です。いや、もう、素晴らしいですね。素晴らしい。多分、すご、毎日この人数で増えてってる。はあ、はい。まあ、そうだよね。そうなんないとね。うん、もうだから好きとか嫌いとかじゃなくて、登録しようって言ってちょんってしていく感じだと思う。うんうん。なんで、まあ、これからね、磯貝博光が YouTube をやるっていうことで、うん、このサッカー界はですね、うん、ちょっとちょっと戦々恐々としてる人もいると思うんですよ。戦々恐々してないでしょ、みんな。歓迎、ね、歓迎の嵐です。もしかしたら磯貝博光がガーシーみたいになっちゃうんじゃないかと。ガーシーは自爆して自分に帰ってくんじゃないの？ガーシーは知り合いじゃないでしょ。知り合いじゃない。今ね、ドキッとしたんで、ね、いや、知ってるよって言ったら、それはすごいな。そこまで手かからないでしょう、我々は。サチさん、盛岡の方です。こんばんは。いろいろな企画楽しみです。盛岡。ああ、ちょっとワンコそば食いに行かなきゃいけないね。盛岡をもっといっぱい美味しいなんだよ。あ、そうなんだ。斉藤先生のところ行きましょうよ。あ、そうだね。斉藤先生のところ。うん。小沼先生も仲いいもんね。いや、すごい仲いい。そうそう。だからちょっと、それは、早めに実現しましょうよ。うん。先輩もなんかお寺やってる先輩いて。うん。そう。お寺で寝れるからいいんじゃないですか。いや、ほら、ちょっとほら、チームも見れるから。うん、そうだね。盛岡賞優勝した時のコーチが今、盛岡大附属っていうところの監督なんで。あ、そうなんだ。むしろほら、強いチームじゃないところ見に行って。うん。アドバイスしてあげたりする方がいいんじゃねえかな。おお。磯貝博光の言ってみた。教えてみた。こっちがアドバイスされて終わりでしょう、もう本当。いや、それはもう先生にアドバイスしてもらう。先生には言えるけど、生徒には生徒がうまいんじゃないから、もう言えないんじゃない。すいませんでした。何言ってんすか。ね、長谷君、吉田さん、磯さん、バッテン吉光の、吉光じゃねえよ。間違っちゃダメ。あ、吉光ね。俺と、混ざってんのね。ヒロミツでね。フットゴルフマーカー作りませんかって。そういうことね。ジャパンツアーで使うし、宣伝にもなりますって。いやいや、バッテンヒロミツの方で作ってるんですよ。バッテン吉光って何でかって、俺と混ざってたのね。ね。そんな感じで、前夜祭でございますが。はい。盛り上がっている状況で、まあ、2、3、4と、1、2、3、2、3、4というところでですね、チャンネル登録者数増えてましたので。おいっす。はい。まあ、大体今日お話ししてから100人くらいですね、増えたので。あ、そうですか。5月4日ね、ガンバのなんかスタジアムに行くんで。4日？ 5 月。5月4日、札幌かなんかと試合して。それじゃあ、あれですね。なんかそういう、まあ、OB が来て喋るってやつで、なんか。聞いといて、ちょっと YouTube でどこを使っていいですかみたいなの聞いてもらえると。うん。多分ライブでそのまま、ライブで配信すると思うんだよね、ガンバは、そのまま。別にうちら横で撮っててもいいんじゃない？何し。ちょっと、
ちょっと考えますよ。周りに言ったら行けばいいんで。うんうん、まあまあ、誰かね、いるか取るかなんか、どっちみち置きっぱなしでもいいし、別に。うん。なんで、あ、ウーバーイーソーね。もちろん、ウーバーイーソーももちろんやれ。誰が帰ってきたの、これ。これ F だね、F。ウーバーイーソー。ウーバーイーソー大変なんだよ。大変なんだから。ウーバーイーソー。ウーバーイーソー関東編でも。関東編ね。だから、まあ、磯貝博光訪ねてみたは、やっぱいろいろ見たいよね。大宮アルディジャインとか。見た。訪ねてみた。でああいうのでも、なんか、泊まりに行くみたいな、ほら、芸能人がなんかさ。泊めてもらうやつ。いやいや、それで知り合いの俳優の人がね、うん、番組に出たと。うんうん。で、まあ言ったら、ほら、その人は有名人だから、別に、家の人はわかるから、ほら、あ、もうどんどん泊めてくれるんだけど、それだとほら、こう、なんつうの、収録にならないじゃん。そうですね。そうそう。じゃあ、うち泊まってじゃなくて、ほら、知らないから泊めれないとか、宿を探すみたいな旅なんだけど。今言う泊めてんだよ。全部知ってるんだ。あ、うち泊まってって。そうそう。ああいうのも大変だったとか言って。でも、そうね。それも面白いよね。うん。今日、うち泊めてもらっていいですかって。そうえってなんかこう面白いなんかこうなんかちょっと違う面白さでね行きたいね行きたいねそれはねぜひねえ5月4日はじゃあガンマンですねそれあほらそうぜひ岩手来てくださいうん岩手は行きたいね岩手行きたいですね行きたいわかりました。じゃあ、岩手ね。で、隣の晩ご飯もやってほしい。いや、それはまあ、秋田でやろう。秋田からやろう。秋田で。秋田が T シャツ40枚ぐらい買ってくれたらいけんじゃない田舎に泊まろうですね。田舎に泊まろうね。そうそう。田舎に泊まろう。だから、後輩の思い、後輩の熊本とか行ったら、だってさ、もう全然いいって言われるんじゃないいや、それ知らない人んち行ったら誰だよって言われちゃうよね。庭で車中泊していいですかとか、いいよ、大丈夫。ねえ、全然。うん。大体において、俺、暇だったらついてきたいタイプだから。どこでもね。F も。大体、この前のフットゴルフ来てたでしょ、ちゃんと。あ、来てたね。うん。F とかミツルはついてくるからさ。それはそうだよね。行かなきゃ面白くないでしょ。根本、引き地に100枚送りつけてください。頼むぞ、根本君。よろしく頼むぞ。引き地さんは後輩。一個下大学のね。ああ。俺、この前大学も見たよ。試合。見た。うん、普通に俺 PK のシーンでなんかちょっとドキドキしたわけだって。あ、そう。入ったじゃん。入った。あともう、やっぱ優勝して喜んでる姿を見て新鮮だったね。ああ、喜んでたかな。ね。喜んでた。で、パーもかけてんだろ、この頃は。ああ、帰ってきてすぐぐらいだからね。で、まあ、宇野先生もまだ若くて。そうだね。で、ちょっと宇野先生の話なんかもまた聞かせてくださいね。別でね。ええー。なんか、その、いろいろね、指導者列伝みたいなのね。そう、欲しいね。最後、原さんで終わりますか、ね、いや、原さんの時はもう完全ライブでもう、なんかもう、叩き合いでいいんじゃない なんか面白い二人でバナナの叩き合いみたいでいいじゃないですか。あの、大宮にね、訪ねてみたと言ってね。なんだよ、お前って。何しに来たんだよっては言われないと思うよ。声かけられないじゃん。いや、そんなことないよ。そんなことないよ。俺って言うと思うけど。ただ、組んで何かやってると思ったら言われたかもしれないけど。なんだろう。そうだね。なんだろう。だって、でもちなみにでも原さんの息子は、うちの息子の先生の教え子らしい。ああ、そうなんだ。うん。本に出てた。へえ。うん。本に読んだら出てた。
原さんのことかじゃなくて、原さんの息子だっていうね、出てた。だから、そうなんだと思って。なんか、面白いなぁと思って。当時はね、磯貝が提供時代には、墨田工業の先生だったね。ああ、墨田ね。墨田工業、覚えてる？いやいや、覚えてはないけど、墨田って東京の墨田高校ってことでしょ？そう、東京のあ墨田。あ、ああ、ああ。墨田工業の、まあ、エリアがね、周東の方だからね。そういう感じでございます。あ、皆さん、こんなに、あと、生涯君、こんなに長く引っ張ってしまいましたが、楽しいひとときになりました。前夜祭。前夜祭。あ、言ってる間にチャンネル登録者数また増えてましはい。あ、ありがとうございます。たね。もう狙い通りだって感じでございますけれど。いや、頑張りたいです。頑張りたいです明日ね。から YouTube チャンネル始まりますんで。はい。ちなまあ、みこの。に、あ、ごめんなさい。ちなみに今日なんですけど、今日もね、どうしてこう YouTube にちょっと実は出てもらいたかったのは一言あるんですけど、今日、熊本地震からちょうど6年だった。おお。そうね。で、まあ明日ね、そのちょうど間で、2日後に本震っていうもっと大きい揺れが来て、そうね。で、明日ちょうどその間なんですけれど、なので、まあ、できればね、今日、こうやって、前夜祭やって、明日、本番の配信があって、で、まあ、できれば翌日に、まあ、4月16日なんで、まあ、いろんな意味でね、ちょっとそういうライブを、今度はバッテンヒロミチャンネルの方でライブができたらいいなと思ったんですけど。なんで、まあ、時間は何時でも構わないんで、オッケー。なんか4月の16日、YouTube の磯貝ヒロミチャンネルの初ライブをやれたらいいなと思っておりますけど。もうですね。はい、わかりました。ぜひね、なんか、やっぱり、あの時行ったんでしょ、熊本。行行ってない。かなかった。あ、じゃあすぐに行ったわけじゃなくて、あ、でもだって、ドンピシャの場所なんでしょ、自分のふるさと、ウキ。ちょっとそう、横、まあ横っていうか、そうね。そうだね。だから、でもね、なんかね、こう、まあ何回も言ってるけど、ひどいとかひどくて、ひどくないとかはもう、こうなんか落ち着いてるんだよね。だから、ダンサーはもちろん今も残ってるとか残ってるしさ。でも、ないとか全くないし、だからすごいね、あれはちょっとまた違う意味で凄さがあるね。ああ、そっか。要は東日本大震災とはまた違う感じなんだよそうそう。でもね。今、熊本の夜の熊本城はライトアップされて綺麗ね。おお、なんかじゃあ、ちょっと戻ったなって感じはあるんなんか一応写真とか撮ってるけど、まあ、それまた送りますわ。だね。あ、ちょっと。あ、来たって。そう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 。あ、写真あるな、みたいな、ちょっと。わかりました。写真はなんかね、写真とか、加工とか、あとこういうの作ってほしいとか言ったら、今日池田さんと話してたんだけど、俺が作りますって言ってくれたんだああ、池田君ね。よ。こういうのとこういうのって言ったら、あーって言って、彼にも一応見せたんですよ。そしたら、こういうのとこういうのは自分作れますよって言われて、あ、すごい作れんだと思って。俺すぐ、あ、作れんだったらそれ売れるから売ろうよって言ったんだけど。で、俺は e スポーツが忙しいんでって言われちゃった。売って金にした方がいいんじゃないのみたいな話したんだけど。そしたら、まあ、自分が作れないものを作れるって言ってくれたんで、それはちょっとやろうかなって。自分が使ってるソフトとかも全部教えて。ああ、じゃあもう近くにいつもいるんだなと思って。あと、この携帯に5時間ぐらいのあれが入ってるんだよね、熊本バージョンがね。ちょっと会った時にちょっともらいましょうか。重くてどうやって送っていいか分かんないから、とりあえず、ちょっと待って。なるほど。その辺も、じゃあ今度、送り方も伝えますんです。それね、そうそう会った時に伝えます。そう。わかりました。え
じゃあ最後ね、皆さんメッセージですね。吉田さん、磯さん、お疲れ様でした。これから僕も盛り上げていきます。フットゴルフも頑張っていきましょうと。はい。頑張ります。孝太郎くん、お疲れ様でした。おやすみなさいませ。ありがとうございます。おいっす。磯貝さん、吉田さん、お疲れ様でした。チャオ。ですね。ですね。明日、配信始まりますので、22時30分プレミアム公開がありますので、ぜひバッティヒロミツチャンネルよろしくお願いします。バッティヒロミツ楽しみにしておきます。F、お疲れ様です。ですね、お疲れ様でございます。東北行くぞ、東北。東北ね。じゃあちょっとそのスケジュールも立てましょう。近藤無線、お疲れ様でございます。近藤無線言ってる間に、チャンネル登録者数が増えてませんね。近藤無線ね、FUG ファミリーなんですよ。おお。でもチャンネル登録者数373人なんですけど。おお。頑張れば明日抜けますね。近藤無線をとりあえず今抜くのがまず最初の。まずね、まず。キムさん、お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。キムさん、お疲れ様でした。チャオ。皆さん、たくさんコメントありがとうございます。ありがとうございます。今日はですね、磯貝ひろみつテレビ、バッテンひろみつチャンネルのチャンネル登録者数が動画配信前なのにすごいことになってるぞってことで、はい。緊急ライブやらせていただきました。今日もありがとうございます。お願いします。秋山さん、お疲れ様でした。腰が痛い52歳です。同級生。みんなね、一緒ですか。操縦士さん、博多からお疲れ様でした。チャオって。ありがとうございます。はい。それでは皆さん、どうもありがとうございます。ということで、テーマソングを聞いて。テーマソングあるんですよ。テーマソングあるんで。磯貝君、ちょっとその前に言ってください。テーマソング終わったら、ちょこっとだけ話します。